ほんでこのところで浮気は本能、子供が3歳ぐらいまでしか持たない夫婦愛、集団での子育て方法は遺伝子に組み込まれているが、最近の核家族での子育て方法は私たち親は知らないわけですね。それから闘争と違反能っていうのを押し殺してるんで、今はスルスルだけということで求めてみると、この深く愛し合っている心安らかな両親に愛情深く育てられてないっていうのが私たちなわけです。だから愛情不足でみんな心に大きな傷を負ってると。ですから本来の私たちの能力を発揮できてないのが現代人ということなんですね。だからお父さんとお母さんが深く愛し合っていてですね、闘争闘争反応とかっていうのはもうにも惑わせなくて、ストレスがなければ心安らかなんですね。そんな両親に育てられていればですね、自分の能力っていうのは十分に発揮できるわけですよね。ですからこのだから普通の結婚方法だと幸せになれないんです。それでこの愛という感情の反対は恐れなんですね。ということは愛情不足だと周りを恐れてですね、自分の中に閉じこもってしまったり、相手の気持ちが分からず相手を過剰に攻撃してしまったりなんかするので、そのような問題だと。だから現代我々の中で起こっているのはこの愛情不足というふうなことでですね、いろんな人たち、いろんな人間関係のトラブルが発生しているわけですね。十分な愛情をもらっていれば自分も愛情深く相手に接することができるんですけども、愛情もらってないんで何とかされたらどうしよう、人にちゃんと親切にしても裏切られたらどうしようと、もしは親切にしない方がいいとか、裏切る前にこっちから裏切ってしまうとか、裏切るんだったら相手をやっつけてしまうとか、そういうことでトラブルが起きてしまっているということですね。ですからそういうですね、その人間の現代人というのは本能とは違った方向に進んできちゃったんですね。ですから幸せな家庭を作るためには、自分を磨き、お互い浮気本能に打ち勝つほどの魅力的なパートナーに互いを引き寄せるっていうことが必要になってるわけですね。だから幸せな家庭を作るには何でしょう、自分をまず磨かないといけないじゃん。で磨いて浮気本能に打ち勝つほどの魅力的な自分にならないといけないんです。あるいは何があったら、そういった自分本来の自分を愛してくれるパートナーを引き寄せる。うちも親のそういった感じで引き寄せたんですけど、でそうやって引き寄せる手段とか、あるいは自分自身のを磨く手段っていうのが催眠と瞑想ですね。ですからこういったものを活用することによってもっと輝くよということ。反対に活用しないと、その子供は3歳ぐらいまでしか持たないということになっちゃうんですよね。今はさっきも午前中にもお伝えしたように、デキサット婚っていうのがあるので、もっと、持たないような時代になっちゃうということになるんですよね。でそこでこの結婚力アップ集中プログラムっていうのが重要だと。